市では令和4年2月に岐阜市 DX 推進計画を策定しました。オンライン申請やキャッシュレス決済、AI チャットボットなどのデジタル技術を活用し、市民サービスの向上や働き方を改革することで、新たな価値を創出し、岐阜市に暮らす人々がより豊かに暮らし、さらに選ばれる街へ動かすことを目指しています。こうした DX の取り組みを加速させるため、今年度から令和7年度までを集中取り組み期間と定め、現在市民サービス向上や業務効率化につながるさまざまな DX を推進しています。例えばこれまで市役所の窓口に来たり、電話をしていたりした各種手続きについて、スマートフォンなどから24時間どこでもオンラインで対応できるようにする取り組みを進めています。